カーラーってことでね、今日はこちらのインコになっていくゲームをやっていきたいと思います。前回はワシになったんですけどね、今日はインコになっていきたいと思います。まあインコってことで、まあ、前回と違うところは、まあ家の中ということですね。はい、多分それしか変わんないと思いますね。はい、まあ、前回はちょっと野生だったんですけど、今日は飼いならされたペットになっていきたいと思います。ではやっていきましょう。レベル1スタート。お、始まった。あー、これはね、前回と一緒でここをくぐれっていうミッションかな。うん、2階建ての家か、まあ、ほとんどがそうか。結構長いね。うん、まあリビング通ってで、まあ通ってで、ここ台所来た。フリーが飛ぶでいいのかな。で、ジャッパー このフリーが飛ぶでいいのか、フリーになるってこと。あ、だね、フリーになるが飛ぶで、この GUMP は何。あ、ジャンプか。あこれでジャンプって読むのね。はいはいはい。じゃあ、早速これ、飛んで通ってく。ちょっと待って、難しいな、操作が。え、来た。え、これさ、ここ行ったらどうなるかな。やべ、みじん切りになっちゃう。あ、大丈夫か。ミンチ取りにはならなかったか。まあいいや。ってことで行ってこう。いや、いいね。まあ、前回とは違ってさ、この家の中だから、なんかちょっとさ、いいよね、この、なんか、窮屈感というか、でもちょっとワクワクするような、この、やっぱ狭いところ通るのが一番おもろいんだよ、こういう飛ぶ系のゲームでさ。いいね。うん。ここかな？で？どこだ？あ、終わった！いいね！簡単。さあ、続いてのステージ。お、目覚まし。7時27分ぐらいか。で、飼い主さんが寝てると。なんで書いたかわかんないけど、起こせってことかな？あっちげ、起きてるわ。え、何するんだ。なんか言ってんな。なんて言ってんだ。やべ、英語わかんねえよ。え、なんか言ってるって。あ、まあでも、あれは目的地が出てるからいいか。あ、でも起こすのか。ん、でも起きてたよね。あ、二度寝してんじゃん、あんた。あんたで言っちゃった。これ、顔の上に乗ってやるか。これそしたら起きるんじゃない？いざーって言って。この辺で。あー、なんか、合体しちゃった。あ、合体しちゃった、飼い主さんと。やべ。てか、Z が出るんだ。ちょっとやべ。抜けれなくなっちゃった。よし。で、これ目覚ましどう行けばいいのかな？よし、ここで降りると。で？あ、起きた起きた起きた。おー、ソーリー、ごめんね。起こしてくれてありがとう。って言ってると思うわ、多分。さあ、続いてのステージは？あ、ネズミちゃんがいんね。で？あ、ネズミどう行けってこと？え、何するんだろう？友達なんかな？待って。階段降りなき、あ、ちょっと待って。ちょ、この操作がまだ慣れないな。まあ、でも、おもろい。で？あっちか。ちょっと待ってよ。こっち行って、ここかな？あ、いた。え？何？タップ？あれ、なんか、いけ、いけいけいけ。お、捕まえた！ゴミ箱？え？え？え、何？ゴミ箱にネズミを捨てろってこと？え、何？飢え死にさせるの？え、逃がしてやろうよ。生きとるぞ、まだ、ネズミは。さあ、続いてのステージ。今度はなんだ？お、あ、餌か。餌かうんちか、どっちかだな。じゃあまず、とりあえず目的地のところに向かうか。うん。いや、いいね。あ、こっち全然違った。行き止まりだったわ。やっぱね、一度は鳥になってみたいと思うんだよな。でもいいよね。人間よりさ、寿命は短いけどさ、あ、でも、寿命長いのか。千年生きるって言われるもんね、鳥って。だってね、鶴が万年、わし一年みたいな。なんかそんなこと言われてるようなことわざかな、なんか知らんけど。ちょっと待って、引っかかっちゃった。ここかな？で、降りてと。オッケー。これなんだろう？あ、餌だ！
うわ、ちょっと可愛いな、お前。餌食ってんの、うわ、可愛いな、このチビチビ。チビチビ食ってんの。いいね、鳥。さあ、続いては？あ、なんだ？赤、黄色、緑。あ、ボックスに入れろってことね。はいはいはい。うん。あ、なんだ？なんかある。あ、餌じゃない、これ。あー、ごめんなさい。あ、成功したら餌くれるよってこと？あ、そうか。じゃあ、今だ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 、くい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 け、いやー、止められちゃった。いやー、ちょっと、一口ぐらいちょっとちょうだいよ。お姉ちゃん。お姉さん、お姉ちゃんくださいよ。まあ、しょうがない、やるしかねえな。じゃあ、これ赤は、赤のボックスに入れる。あ、ハート出た。これ賢すぎんか？え、これってさ、本当に鳥でもできるのかな？だとしたら鳥って賢くね？え、鳥ってバカなイメージしかねえんだけど、俺と一緒で。だってね、鶏なんか10歩歩いたらなんかね、最近の起きたこと忘れるみたいよく言うよね。だから結構鳥ってバカなんかなと思うけど、まあ、バカだったら生きてけれねえか。ああ。まあ、俺よりバカな鳥はいねえか、さすがに。うん。あ、くれた！ねえ、お菓子の、おやつの割にはちょっと量多くね？ネクストゲーム！お、なんだ？猫と、なにこいつ？見たことねえ生物がいるぞ！なんだ今の？ネズミじゃねえな。なんだ？ちょっと気になる今のやつ何？ちょっと待って、会いに行こう。ここだよね。あ、いた。猫と、こいつ何？あ、いや、あ、なんか見えなくなっちゃった。あ？なんだって？あ、なんか、あ、ゲームオーバーになっちゃった。なんか猫に食い殺されたわ。ま、てことでちょっと、目的地に向かうか。これ何するんだろうね。猫って敵なんかな？にしては家の中で飼ってるからペットだから大事に扱わねえとな。まあ、仲良くなりてよな。まあ、いい感じに。もう難しいかな、鳥と猫って。まあ、ネズミと猫ならね、まだ仲悪いの分かるけど、鳥と猫はちょっと仲良くしてほしいな。で、何してんのこれ。いや、わかんない。持ってきたよ。あ、あるあるある、上にあんな。こうか。あ、ちょっと待って、ちょっと、上、よし、こうか。あ、タップ。なんだ？え？え？おもりってこと？え、お前、猫死ぬよ。頭にぶつけたら、おい、猫をもうちょいいたわれよ。俺猫好きだからよ。なんだこいつ気持ち悪い。なんだ、ありがとうございます兄貴。精進せいよ味をのっちゃん。おい、この主人公の鳥もしかして村田源次郎かもしんぜえぞ。噛んじゃった。うーまーいぞーって言うかもしんねえな、そのうち。やーべえ。もしかしてだけど、あなた味をですか？あ、なんだ？なんだこれ？やべえ、16秒。何するのこれ？もうわかんない。あ、なんだ？クリアした。え、何？今何した？え？あ、そういうことね。あ、スライドしろってことか。もっと早くちょっと説明。あ、クリアした。危なー。あー、危ねー。あ、まだだった。ちょっと待って。時間がない。あー、ゲームオーバー。ちょ、さっきのちょっとずるくない？ねえ。さっきのちょっとずるくない？あれはちょっと無理だよ、初見じゃ。ねえ。これさ、バカだと思うんだよね。来ましたよ、20点モノマネ。全く似てないし、坂上勝負やったわ、今。さあ、続いては日米問題です。ちょ、ダメだわ。なんか喉壊すだけだわ、これ。じゃあやっていこう。あ、これクリアしたんか。オッケー。あ、ネクストゲーム来たね。次は？なんだ？なんだ？なんか、父、なんか、おっぱいも出たけど、お姉ちゃんが。これは、あの人のとこに向かえばいいのかな？うん。来た。あ、なんだ？あ、輪投げか！じゃあ、輪投げを、やだやだやだーやってきゃいいのかな？ちょっとだけ似てたわ、今。みやぞん。そんなこと置いといて、これジャンプでいけるな。オッケー。じゃあ、この黄色のところに、やるぞやるぞやるぞやって、ちょっと待って、どうやんのこれ。
あ、ここに行かなきゃいけないのか最初。めんどくせえな。いいじゃねえか別に今ので、ね、直でやらせてくれよ。まあ、指示待ちってことだったな今。うん。じゃあやだやだやだーやってって。ちょっと気に入っちゃったわこのモノマネ。みやぞんやっぱ似てるかもしんねえわ声質的に。やっぱちょっと俺高いんだよな声が。うん。じゃあこれあかんところにこれを置いて、オッケー。で餌くれる？くれない？さあネクストゲーム。あ、でもなんかちょっと気持ち悪いけど可愛さも見えてんなお前顔。ちょっと可愛いとこあんなお前。でもちょっと怖さがあんだよな人間味があってさ体が。もうちょっとねモルモットっていうかさハムスターもうちょっとさぷっくらしててほしかったな。なんか痩せ細ったり人間っぽくてちょっと怖えわお前。どこだ？あ、ここか。あ、高いね結構。どうやって登ったん？いた。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと。ここか。あ、乗った！かわいい！なにこれ！めちゃくちゃかわいいなお前ら。ちょっと待って。もう振り落とそうとしてるけど振り落ちねえわこいつ。しっかり掴んでやがる。いやいいねこのコンビというかさ、おめえとはいい相棒になれそうだな。あ、これであれか、家に返してあげるのか。あ、ここがお前家なんだな。囲われてない。なんてここは自由な家なんだ。鳥も放し飼いで猫も放し飼い。まあ、猫は普通だろうけど、ハムスターとかも檻に入れないっていう。うん、ありがとうございますって言ってるのか。いやいいね。いやー来た。なんだ、ルンバからなんか紐出てるぞ。お、結構長いか今回は。あ、なんだ、音楽聞きたいわ。あ、見てる主人公何するんだ。あ、まだ続いてる。結構長いな。ラストかこれ。あ、なんだ、ケツ。ケツかなんか表を見せられてもちょっと困るぜ。あー、ごめんなさい、なんか押しちゃった。ノー、オッケー。なんだ、トイレか。あ、指輪がしてない。指輪を見つけてあげるじゃんこれ。ちょっとロマンティーだねこれ。ロマンティーいいじゃねえか。このペットが飼い主の結婚指輪を探すというね。まあ、もしか結婚指輪かわかんないけど、指輪、大切な指輪を探す。いいねこれ。これめちゃくちゃご褒美もらえるぞ。ちょ、急いでなんとかやろう。どこだ、どっからこれ2階行くんだっけ。多分2階だよね。どこだ、あれどこだ。ちょっと、やべ、ちょっと家がちょっとごちゃごちゃ出てもらえねえんだよ、もう。もうダメだ、もう滑舌が終わってる。うん。こっちか？あ、こっちっぽいな。2階だよね、多分。うん。で？あ、こっちか。で？え？どこだ？うん、近いんだけどな。あ、待って、裏か。いや、違う！どこだ？でも2階だよね、高さ的に。天井にこびりついとるわけじゃねえもんな、指輪が。まあ、そしたらどんな指輪だって話だけど。うん。あ、ここだ。あ、ここだ。見てたとこじゃん。あったー、見つけたぞー、姉ちゃん。で、これで姉ちゃんのところに持ってきゃご褒美が大量もらえるっちゅうわけじゃねえ、これ。どうする？これでおっぱいボロン。いいよ、もんでって言われたら。ま、そんな AV みたいなことはねえか。まあ、でも一応期待しよっかな。うん。ちょっと待ってよ、こっちかな。まあ、鳥目線だと鳥には興味ねえか。あ、いた、持ってきたぞ。あ、泣いてる。まあ大切な指輪なくしちゃって、なくして悲しいなら探せよ。なくして悲しいなら探せよ、泣いてないで。見つけてきたよって、クリアしたってことで、プロートでしたね。はい、いや面白かったね。やっぱ鳥になるっていいよな。なんか自由な感じがして。いや、俺もいつか飛んでみてよ。ってことで、ナショナでした。よかったらね、いいね、チャンネル登録して。また次回も楽しみにしててね。バイバイ。